楽しい、それが楽しい、ね、みんなでワイワイやるところお友達とのそういう相互のやり取りっていう中でその音楽をこう全体的にこう掴んでいって体で掴んでいくっていうのがすごい自然に身についているなっていうところがいいかなって思います。知ってる人、はい、知ってる。これでねみんなでねアンサンブル考えようと思うの。パーリバンコできる？いくよ。メロディー係、最初ハモリ係、ハモリやりたい。2人で何ハモるか話し合わないとダメだと思う、うん、じゃあミソソに対して何て弾くかちょっと聞いてみない？じゃあやってみよう。おお、はい、ありがとう。それをどうするか、じゃあ、はい、どうぞ自由時間練習して。みんなでいろんなことをしてますよね。助け合って音をシェア合ったり聞き合ったりバランスを取り合ったりってことが将来自分の仕事の役に立つ、ご自分の役割が分かったりバランスを取って人の役に立ったりっていうことはきっと今力になっていけてくれてるんじゃないかなっていうふうに、ね、感じています。耳が良くなったことがすごく良かったなとは思います。学校の授業でも先生の弾かれる伴奏をこう耳で覚えて家で弾いてみたりとか、まあ、それが子どもの自信にもつながっているのかなと思います。うん、よく取れてるよ。なほちゃんのこういう感じ、先生の伴奏の形聞いて、最初は全然できなかった曲がもう全然スラスラアップできちゃうところで、あ、なんでこんな簡単なのを難しく弾いてなんだろうと思う時とか、僕らだけの場所、この時期に音楽をやってた、そうやって芸術に触れていくっていうことが絶対にこう豊かになっていくと思うんですね。なので何かを判断しなきゃいけないことが将来出てきたり迷ったり苦しいことが出てきたりした時に、そこのこう直線的ではない豊かさだったり、お友達とこう音楽を通してやり取りしたことの幅を得ていることで、きっとそこの道が豊かになっていくんじゃないかなっていうふうに思うので、伝えたり受け取る力だったりっていうのを大切にしていってくれたらいいなと思います。